こんにちは天板アカデミー堀秀夫です今日は NG 商品の中でね、決して扱ってはいけない商品と。これ扱ったらね、えー、非常にハイリスクで。これに見合ったリターンって普通ないというぐらいね、えー、まずい商品。まあ、それは扱うことで事故が起こり、まあ、火災が発生したり、怪我をする可能性がある商品と。でちょうどね 昨日、札幌で爆発事故がありまして、まあ、原因がね不動産店で消臭スプレー100巻ガス抜きしたと、ねえー、このガスに引火して爆発したということですけど、まあ、これがもしね、ね、えー、あなたが販売した商品が原因で、まあ、原因っていうかね、えー、ガス抜きだから直接の原因じゃなくても、例えばこのガス抜きのね穴を開ける道具を打って、これを使っててこの事故が起こった場合、 えー、下手をするというかかなりの確率で、えー、その損害を請求される可能性が高いと。ねえー、わずか、ね、何百円の利,息利益とか、ねまあ、何千円でも合わないですよね。何千円で100個たったって100個売ったって、えー、何十万しか儲かりませんから、まあ、それに見合ったリスクはとてもないというのが、まあ、例えばこのガス抜きの、えー、道具。まあ危険極まりないですよね。 これ使ってるときに、加えたバこしてたら火つくしね、ね、えー、静電気起こって爆発するかもしれないし、火、まあ、がつかないまでもね、ね開け方失敗してあ、まああの、破裂したりしたら危ないと、まあ、なんでこんな商品があってね、ね穴開けて出せという、えー、自治体があるのが不思議ですけど、もっと扱いようによっては怪我をする、火災になる、えー、そういう商品を売るのは、もう、えー、絶対 NG と、決して扱ってはいけないです。 ガス抜きプッチン、ガスね、えー、抜く道具いろいろあります。で、日本の自治体だとね、まあ、これ、抜いて出しましょうと軽く書いてありますけど、これ抜くの非常に危ないですしね、まあ、なんでこの危険なことをわざわざね、えー、素人にやらせるのか不思議ですけど、まあちなみに、例えであってね、えー、オーストラリアでそもそもこんな道具売れないです。えー、めんどくさいゴミの出し方なんか指示したってね、えー、そんなの守って出す人は、 多分オーストラリアにはいないです。ねえー、穴開けて出せと、ねえー。穴はお前が開けろという感じでそのまま、えー、捨てられるか、あるいは、ねえー、そもそもその、えー、ルールをいちいち調べる人がほぼいないと。ねまあ、日本ですごい国だなと思うんですけど、もとい決して扱ってはいけない商品ということは、 それを扱うことで事故が起こり、火災が発生したり、怪我をする可能性がある商品。まあ、別に火災発生しなくてもね、怪我をするとか、ね、高価なものが壊れるというのがいけないんですけど、中でも、ね、深刻なダメージ。これね、もし、えー、万が一オーストラリアにこれを打ってね、 えー、既得な人が買って、で、今回の事故みたいなことが起こったら、まあ、その時点でね、副業団の老後の生活とか、そういう次元の話はなくなっちゃいますんで、まあ、決して、えー、使った人が怪我をするとか、ね、使ってて事故で火災が起こるとか、怪我ね、そういうのは扱わないようにしてください。えー、扱ってはいい商品、ね、危険がある商品かない商品か、迷ったらね、お気軽にご相談ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。